どうも皆さんこんこにちはドクターケンです今日からですね不明熱の話を続けてやっていこうと思うんですけれども不明熱って言ってもねどっから手をつけていいのか分かんないっていうのがありますよねでいくつかに区分してまずは不明熱とあの検査をね見ていこうかなと思うんですが今回は 白血球と血小板っていう形でやっていこうと思います。他にもね、シリーズとしては、ペリチンだったりとか、あとまあ画像診断とか、いろいろ用意してはいますので、また順次アップしていこうと思います。えー、自己紹介を軽くさせていただくと、私はまあドクター・ケンと、えー、名前でやってますが、 大阪の方で感染症専門医でやっております。えでは、まあ、早速いってみましょう。まずはですね、白血球を見て不明熱が分かるかどうかということなんですが、白血球はね、結構、まあ、ま非得意的に上がったりするものなので、まあ、何でもありなんですね。だから これだけでは疾患を十分絞ることはできません。じゃあどういうところを見ていくかっていうと、分割を見ることが大事になってきます。ではまず、高中級はどうかというとですね、まあ、高中級を皆さんよく目にするところだと思うんですが、まあ、高中級が増えてたりするとね、まあ、細菌感染かなとかっていうふうに思ったりするんですけれども、これはもう細菌感染に限ったもんじゃなくて、 まあ何かしらこう体で起こっているようなことがあれば、大体、高中級上がってるっていうのは、経験的に分かってるかなと思うんですけれども、これも大したね役には立たないですね。場合によっては、ウイルスの場合でも上がったりしますし、細菌感染でも上がるし、寄生虫とかでも上がることもある。まあ、だから、これだからといって、何か絞れることはないんですね。 1で一つねあの、注意して、まあ、これを覚えとかないと、なんか検診の時なんかにね、失敗したりすることがあるかもしれないので、1つ、まあ、あの注意をしておくと、この白血球っていうのはです、ね、喫煙で上がることがあるんですね。例えば、検診をして、何も症状もないのに、熱もないのに。 白血球だけちょっと上がってる。だいたい1万1000とか、まあ、1万1000から1万2000ぐらいが多いかなと思うんですけれども、それぐらい上がってる方っていうのがね、時々いらっしゃいます。で、こう、検診のやつをね、こう、パラパラ見てみると、あ、喫煙してるなっていうのがわかれば、あ、これは、おそらくまあ喫煙による上昇なので、まあ、外、 まあ、結果観察で見ておいてもいいですよということで、まあ、お伝えすることが多いんですけれども、まあ、もちろんね、禁煙を勧めていただくといいんですが、喫煙で上がっちゃうことがあるっていうのはね、結構あまり本人も書いてなかったりするので、しっかり覚えておくといいと思います。で次にリンパ球の増多なんですけれども、これはまあウイルス感染とか、あと血液疾患のリンパ系腫瘍なんかで、 多く上がってきたりします。で、次に、まあ、伝染性単核球症という病気がね、ありますけれども、EB ウイルスで感染する病気で、この場合はですね、リンパ球の分割が結構増えてくることが多いんですね。50%を超えて上がってくることも、あの、よくあります。で、もしね、こう、リンパ球系の疾患が 思い浮かぶときなんかはですね、追加検査で LDH とか、あと可用性 ILT 状態を追加で検査してみるといいかもしれません。で、えー、と他に高中級、リンパ球以外には探球もありますよね。探球のときには、これもあんまりこうビシッとあの特異的なものはなくて、感染だったり血液疾患。 骨髄抑制かからの回復期、悪性腫瘍なんかが該当ししたりします好酸球の増多っていうと一般的にはまあアレルギーとか寄生虫とかがよくね試験なんかに問われたりしますけれどもこれも確かにそうなんですねあのアトピーの人とかも好酸球増えてたりするしあとまあアレルギーあと寄生虫疾患の時なんか あの結構高く上がってきたりしますね。で、それ以外にも、えー、血液疾患で抗酸球増多症っていう、これはまあ、抗酸球の実数を計算してみないといけないんですけれども、500以上あるような場合には、抗酸球増多症として、何かしらまあ対応が必要になってくる場合もあります。あんまり増えすぎてたりするとね、ステロイドを使ってやらないと、抗酸球自身も増えすぎると、 悪さを起ここししてきたりしますので、まあ、これも注意が必要になりますじゃあ、抗塩気球っていうのはね、これも全然、日の目を見ない分割なんですけれども、えーまあ、一応、これもですねあの、こういうのが上がってくると、抗塩気球が上がるっていうのもあって、じンマシンとか、免疫水素血液疾患なんかが上げられたりします。 で、白血球の次、現象を見た場合にはね、どういった言葉を想起するかというとですね、白血球の減少は減少でも、パンサイトペニアかどうかっていうのを注意してみるようにします。もし、まあ、パンサイトペニアで酸血球減少が見られるような場合には、えー、結核、マック、サルコイドーシス、ビタミン B12 結合、量酸欠乏 アルコール欠乏。ガンガン滅多している。あと、まあ、そういったことが考えられたりしますので、まあ、場合によっては骨髄選手とか生検が必要になってくることがあると思います。で、高中級現象の場合はですね、これはシビアな感染症になっているときなんか、高中級が減ってたりしますね。例えば、まあ、血症とか、俗流血核。 俗流結核っていうのはね、結核菌が体にブワーともうあちこち回ってるような状態のことを言いますけれども、それぐらいひどい状態になっているときなんかは、高中級減っていることが多いですね。で、他にはまあウイルス感染とか、非機能更新症とか、まあ、そういったいろいろあります。で、この高中級減少っていうのもですね、ちゃんと実数を計算してみないといけないんですが、 1500以下を高中級減少っていうふうに言ったりしますので、まあ、こういった定義もしっかり覚えておく必要があります。で、まあ、これらを見ると、血液培養っていうのは必ず取るようにしておいてください。で、血球現象がね、こう、血球を調べていると、こう、見えてくることがあるんですけれども、血球鈍色があれば、 血球鈍色症といいいいう病気は、ね、あの思い浮かべないといけませんどういうところで疑うのかっていうと、LDH が高い、今、血球が破壊されちゃってるんですね。であと、可用性アイル状態が高値、あと、ペリチンが高値、中性脂肪高値、こういったのを参考にして、血球鈍色症候群がないかっていうのを考えたりします。 で高中級現象で見られる細菌感染症っていうのは、ここにいっぱい書いてますけども、これもどれも特異的なものはなくてですね、MSSL、m r s エントロコッカス、ビリダンスとかいろいろ書いてますけども、まあ、こういうのは特にあの覚える必要はないかなと思います。次に、えー、発熱と血小板現象があるような場合。 こういったケースはどういうことを考えないといけないかと言いますと、えー、まず一つは頻度的によは薬剤性ですね。この場合には、非から週単位で進行するっていうのが特徴で、例えば、えっ、ー、と、2、3週間前に新規の薬剤が開始されたってなってくると、それが原因になっている可能性があるんじゃないかっていう目を 持つことが大事になってきます。で、よくあるのは抗菌薬ですね。抗菌薬を開始して、だんだんなんか血小板が減ってきて、あと、まあなんか薬剤熱のような形で熱も出てくる。まあそういったことがあったりします。よくあるのはベータラクタム系とか、抗 m r s 製薬のダプトマイシン、あとキノロンのレボフロキサシン、とこれも、えー、抗 m r 薬マ 薬ですがリネゾリドとかバンコマイシンなんかが挙げられます。<laughs> で、抗計画薬はリファンピシン、エタンブトール。特にこうリファンピシンなんかはねあの、熱を起こしたりする頻度の多いしあの薬になってきますので、これは要チェックですで。抗転換薬はカルバマゼピン、フェニトイン、バルプロ酸といったものがありますね。 こういった薬はね、高齢者の人とか、万全と飲まされてることが多いので、こういう薬が入ってないかっていうのは、特に高齢者の人は気をつけないといけない,い,い,けないですね。あと、解熱剤とかはね、これ、まあ、癖が悪いんですけども、まあ、熱を下げるためのお薬なのに、発熱の原因になってたりするっていうことがあってね。 アセトアミノフェン、イブプロフェン、ナプロキセン、まあ、こういったものも発熱結晶板現象の原因になったりします。あと、抗がん剤とかでは、アレムツズマブ、あとイリノテカン、オキサリプラチン、こういった抗がん剤とかでも発熱結晶板現象をきたしたりします。 その下には、えー、アミオルダロンとかフロセミド、禁制剤、ハロペリドールといっぱい書いてますけどね。まあ、原則なんかもう、どんな薬剤でもこういったことは起こしうるっていうふうには思っておいて、あの不明熱があった場合にはですね、その人が飲んでいるふふ、えー、ふ薬を洗いざらい調べていくっていうのが原則になってきます。<coughs> あと、えー、感染症とかでは、ヒトパルボウイルス B19、リンゴ病のウイルスですね。で、サイトメガロウイルス、デング熱、SFTS、HIV、ウイルス感染リケッチャー、マラリア、レプトスピラなんかが多かったりします。デング熱なんかね、結構血小板が低くなって、あれ、2回感染したりすると血小板がガーンとこう減って、 レング出血熱っていうような状態になったりしますけども、まあ、これも血小板をしっかり見ておかないといけない重要な病気です。SFTS はダニに噛まれてなって、それで血小板が低くなって、まあ、あちこち臓器障害が出てくるようなね、これも怖い病気ですけども、まあ、こういったウイルス感染なんかが多いですね。<coughs> でえー、3つ目、悪性リンパ腫なんですが、これはあのー、検査から悪性リンパ腫がないかどうかっていうのを疑うのがまず、ファーストステップで、LDH や可用性 IL2 状態を調べてみて、それがめちゃめちゃ高いってなってくると、悪性リンパ腫を1つ疑うきっかけになるわけです。 生検対象を認めない場合でも、腫る形成性に乏しいリンパ腫に注意って書いてますが、これはね、血管内リンパ腫っていう病気なんですね。普通ね、悪性リンパ腫っていうと、あちこちこうリンパ節が腫れてたりして、そういうところを生検して取ったりして調べますけれども、あんまりね、リンパ節が腫れてないような悪性リンパ腫っていうのもあって、そういうのは血管内リンパ腫だったりすることがあります。 非常に予後の悪い病気ですね。このときには、あの、まあ、皮膚科の先生とかお願いしてですね、あちこちこう、ランダム皮膚整形検というのをやって、特にこうなんか血管腫、ち,っちゃい血管腫があるようなところをつまんだりすると、あの陽性になることが多いんで、まあ、そういったところを狙って整検するっていうのも、ちょっとしたコツになってきますね。で えー、これはまあ聞き慣れないかもしれないですけれども、総合内科界隈では、まあまあ有名な病気で、タフロ症候群という病気が、ね、あったりしますけれども、胸水がばーっと出てきてとか、まあね、原因がよく分からない熱だったりして、まあ、それでまあ治療を何重して、まあ、亡くなったりするケースも非常に多いと。まあ、これはちょっとかなり治療が難しい病気ですね。 でこのタフロー症候群というのでも、血小板現象が特徴になってきます。で血小板現象と LDH 上昇、ヘモグロビン低下が見られるようなパターン、こういったパターンも、ね、しっかり頭に入れておくと、診断につながってきますので、覚えておいてください。これはですね、微小血管障害性、溶血性貧血、m ハ h a というのがありまして、 これを疑うきっかけになるんですね。で、こういったのを見られたら、しっかり、あの、顕微鏡でですね、火災赤血球がないかどうかっていうのを調べておく必要があります。まあ、自分で検査室に行って、ちょっとこう、研究をしたいんだけど、見せてもらってもいいですかって言って、で、こういう、普通ね、赤血球って言うと、こういうまん丸の赤血球が見られるわけなんですけども、 こう形が変わったような、ここに書いてある三角形型とか、角型、ヘルメット型とか、まあ、とにかくこう変な形をした赤血球を見つけると、まあ、破砕赤血球だなというふうに考えることができますので、でなってくると、赤血球溶血しているような病気が体の中で起きているんだなというふうに把握することができるわけです。で えっと、まあ、似たような疾患で TTP とかね、あのー、ありますけれども、TTP 単独では CRP は上がらないと言われています。ただ、TTP に臓器障害が加わった場合にはですね、熱が出てくる場合もあります。で、パンサイトペニアを起こしているような時っていうのはですね、骨髄に異常がある場合が多いので、この時は、 骨髄政権を考慮します。で、まあ、でもかんでもね、血液内科にお願いすると、まあ、嫌がられるんで、こういったことがあるので、お願いできますかっていうふうに持っていくんですがで、どういう材料をね、用意して持っていけばいいかというと、LDH がめちゃめちゃ高いとか、あと、可用性 IL2 状態がめちゃめちゃ高い、と、フェリチンも高い。 で、中性脂肪もめちゃめちゃ高い。まあ、こういったのがね、材料を揃えば、血液内科の先生も、あじゃあ今度丸くしてみましょうかということで、あの、こう、ちゃんと精査に乗り気になってくれるわけですね。だからまあ、あの、やみくもによくわかんないから、パンサイトベニアで持っていくんじゃなくて、きちとここまでは調べたけれども、 ここから先はもう整形しないと分かんないんで先生の力を貸してくださいっていう感じでね持っていくとコンサルトがうまくいくケースが多いかなと思います。え以上がえ今回の不明熱と白血球血小板っていうところの話になってきますま。こんな感じでね他の分野でもこういう不明熱とどういうふうな検査とかね そういう話をやっていこうと思いますので、また、えー、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、さようなら。